はようございます。さっきちょっとママベッドで横になってたんだけど、パパがめっちゃアマゾンで注文してなんか注文してたでしょ。なので何を頼んだのか3人で様子を見に行ってみましょう。麦もね、麦もね、はい、じゃあちょっと何を買ったか見に行ってみましょう。おい、ねえ何してんの？ねえ何してんの？ペットショップ買ってんじゃん。ペットショップで3人で遊んでたんじゃないの？うん。何アマゾンめっちゃ買ってんの？家からさ帰ってきたらさ、玄関にさアマゾンの箱が4箱ぐらい積まれてて焦ったんですけど。あ、見ちゃった。見ちゃったっていうか、何をそんなにいきなり買ったの？これはちょっとね、まあでも全部必要なものだよ。あ、そうなんだ。もちろん、もちろん必要なものだよ。その大きいの、それは何ですか？これはね、ミミちゃんの家です。あー、ゲージね。そうそうそう。何の家？ミミの家。そう、ミミはちょっと今こっちの和室の部屋にみんないるんだけど、そう、ミミちゃんはマイクの餌も全部食べちゃうし、とにかく一人が好きな子なんだよね。そう、まあ、ミミね、よく隅の方に隠れる猫だから、そう、あんまね、来ないから抱っこする機会ないんだけど、この前抱っこしたらお米ぐらい重くて、そう、5キロぐらいの、5キロあんじゃねえぐらいさ、ずっしりしてたよね。そうなの。でもびっくりして、もうさ、餌今さ自動のやつにしてるから、そう、多分ね、マイク分も食べちゃってて、でそういえばマイクよくって呼んでるなと思った。そうなの、最近それが多かったよね。そうそうそう、だからちょっとこれはミミの食事制限も含めて、ミミに言われた。であとね、ミミねちょっといたずら猫すぎて、あんまね出かけるときと話し合いできないんだよね。そう、家にいるときは、まあ、いいんだけど、開けても全然こっち側には来ないので、マイクは来るんだよね。そう、それで、まあ、とりあえずさ出かけてるね間だけでもちょっとゲージが必要ということで、とりあえずこの可愛いやつを買いました。どうしよう、じゃあ先にこっちのやつ紹介して、うん、ちょっと一番最後ママに見せたら怒るかもしれないもの一番最後見せて、一体何を買ったんでしょう、この人たちは。言っちゃうんだよ、まだ。この人たちはじゃない、パパだけですね。麦の心の声やってみて。まだの方に行きたいよ。てか麦本当に私のこと好きすぎて、これマジでなんか自意識過剰とかじゃなくて、どんな時もこっちに来たがるんだよね。はい、麦ちゃん。本当はね、うちペットね、ソファー禁止なんですよ。麦はね、毛が落ちなすぎて、そう、ジョナはもうね、ジョナもここに乗せた途端、私アレルギーがあるから、なんかもうチクチクのあの毛がちょっと痛くて、ジョナは下しかダメです。ジョナもね、うん、せめて乗って、うんうん、こうやってしてくればいい。あー、やるやるやる、ダメ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 。はい、じゃあ開けてください、説明してください。じゃあまずこれ、まあ、さっきね、開けて来てすぐジョナにあげたけど、まあ柴犬用のジョナの餌。これ、うわ、すごいよ、めっちゃ買ってる、あれを。ああ、言っちゃう、あれ。秘密のやつめっちゃ買ってるよ。何秘密のやつって。これもさっきちょっと開封したんだけど、こちらは水だね、水。そう、水。こうやってセットしとけば、ここがね、なくなればどん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 タラーって出てくる、無限水です。いやこれ以上出せないです、もうね。そう、これ以上出せない、かわいい。じゃ あ、 一番最後のこのママが怒るかもしれないやつは、あ、そう、見てない、見てない、見れなかった、あぶね。じゃあ、次この下やる？ OK、 じゃあこの下、これは多分、これも多分ミミのかな。あ、ミミのだ。そうだね、出る、うん、大丈夫大丈夫。あー、餌ね、餌。え、また同じやつ、また水、マイクの餌。
餌ね、餌とかに使えるやつなの。そう、これすごい良かったです。これめっちゃ良かった。これはね、もう出かけてる間でもタイマーで勝手に餌をやってくれるやつ。これめっちゃいいよね。そう、しかも自動、はい、なんかケージなんですよね。おお、もう雑やな。優しくね。自動のくせにこれ、はい、これです。5000円ぐらいだね、確か。そうなの、あなたが買ったんですよ。まあ1万円しない、とりあえず1万円しない、1万円しないぐらい。あなた、店長、なんで買ったんですか。お出かけしてる間もルネちゃんがご飯食べれるようにするためです。え、なんですか。お菓子入れてたらさ、ウィーンカラカラカラなんてくる。お菓子が3時に。で、あとこれだね。あ、これこれすごい重いよ、それ重い、重い。それね、持ってみたい。重くない。またまた。これは猫のトイレ砂なんだけど、これね、めちゃくちゃいいです。今までレオトイレってやつ使ってたんだけど、結構有名じゃんそれ。でもそれもまあ臭くなかったけど、これはなんかそれよりもさらに臭くない。で、私砂あんま好きじゃないんだけど、匂い結構いいよね。これトイレシェフ。これね、意外とねシンプル。え、何した食べた今。これね、意外とね、猫のトイレってシンプルなやつがなくて、唯一これ1900円ぐらいで安っ。まあ、このモーナが何もない、このシンプルな感じ。それはなんで買ったんですか。これはまあもちろんあの耳専用のトイレ、うん、でね、耳とマイク、まあ、今までずっとね一緒のトイレにしてたんだけど、うん、たまにマイクが違うところでしちゃうの。そうなの。そうで、なんでだろうと思ったけど、多分ね、やっぱね、マイクは耳と一緒が多分ね嫌だと思う、うん、それも含めて汚い絶対。こっちを耳専用にして、あっちをマイク専用にします、うん、そのために買ったんですね、はい、じゃあ喋りたい時は手を挙げて。はい、早いね。じゃあどうぞ。あのさ、うん、これは何か知ってるけど、なんかうんちとか取ってるでしょ。そう。いや、それだけかよ。はい、じゃあルネさんどうぞ。こうやってやって、トイレ。もう一生しゃべる。でさ、どうぞ、手を挙げてください。あのさ、はい、どうぞ。なんかさ、あんまりさ、うん、耳のトイレさ、うん、ないよね。あとはでかいのと、ちょっとマナに怒られそうなやつだけですね。はい、でちょっとこれあっちの方に。まあじゃあ要はペット用品をいっぱい買ったってことだね。あ、そうです。はい、じゃあ次ゲージ。これめっちゃ可愛いから、みんなチェックやろう、チェックやろう。うわ、これ重そう。じゃあ2人で、みんなで3人で力合わせで引っ張り上げるよ。いくよ、せーの。うわ、下持って、ダンボール持って、ダンボール、ダンボール下に引っ張って、で、ダンボール下に引っ張って、そう、下に、下に引っ張れ、いけ、いけ、うわー、よし、来た。あの、あそこのダンボール投げてて。待って、これ何？遊び道具じゃない。何でも遊び道具にしないで。あ、じゃあこれ、じゃあルネちゃん開ける係ね。ルネ、はい、ルイ、これ。あ、すごい。え、ジョナみたいのさ、こうやってさ、同じのさ。ね、かわいいね。え、かわいい色。いい感じじゃない。うん、あ、なんか楽そう。昨日のベッドとは全然違いそう。じゃあ作ろう。よし、作るぞ。説明書これだけ1枚で構成じゃない。ルネ、こっち持って。 OK。 そして、ウォーを気をつけて。扉2枚あるけど、これどれも一緒。完成の写真見ればいいじゃん。これが上です。頭いいな、ね、これです。タラーン、できました。はい、こんな感じです。結構でかいね、ルイ、立ってみて。意外とでかかったな。あー、いいね、いいね、はい、ルイぐらいのサイズです。120、そうだね。まあじゃあとりあえずこれは完成ですね。触っても貸しってあんないね。すごいでしょ、このお腹。
大きいね。マジでね、ずっしりしてるからね。ちゃんちゃんちゃん、ね、なんでさ、手触ったらカシンってあるんだろう。それは足怪我してるところ触られるのが嫌なのに。そう、見て広いね。いいじゃん。下にも水あって、こっちでも休めて、上でもくつろげる。これね、なんかずっとペットが寝てたやつけど、これでさ、ルイ生まれてきたんでしょ。今じゃペット用品です。まあなんかちょっとさ、ちゃんとしたふかふかのこのサイズ買ってもいいね。そうだね、とりあえず買うまでやってみよう。ミミね、ずっとこの上で寝るんだよ。はい、よかったね、ミミちゃん、こんな広いうちで楽しいね。ねえ、で、ミミ専用の綺麗なご飯に、ミミ専用のお水です。そう、はい、ゲージを組み立てたということで、めっちゃ大変だった。なんか結構時間かかった ね。私に内緒で買ったもの見せていただけますかね。わかりました。だいたいね、そうやってね、じらしてくるときね、高いものなんだよね。まあまあ高いけど、将来的に見たら全然安いかなっていう感じですかね。はい、その喋り方。じゃあ、るいくん、これをママに見せてください。いくよ。何それ。いや、持ってる。え、これ同じの持ってるくない。いや、違うんですよ。ちなみにこれとかあるし。何これ。はライトね。それはライトですね。あとはで、これは喋るやつ、マイクね。マイクです。で、すごいたくさん買いましたね。これですね、三脚か。GoPro 専用の三脚とかあるんだ。まあ、なんでこれ買ったかっていうと、ちょっと待って。まあこれがね、前のやつね。で、これが新しいやつなんだけど、まあパッと見ても分かるよね。ちょっと分かんない。インカメ。そう、お目が高い。そうなんです、インカメがある。しかもこのインカメ、なんとこっちとこっち常に映ってるから、例えばね、はい、おはようございますってやってる時、ここで顔見れるじゃん、ちゃんと入ってるから、うん、あ、ルイ何してんのって言ったらもうすぐ見れる。で、いちいちここさ、カチャカチャ、あ、ちょっと待って、カチャカチャとかやんなくて、あ、ルイ何してんの、あー、それね。はい、ということで、ね、今日はね、あ、ルイ何してんの、あー、ということで、ね、ってできちゃう、うん、めっちゃよくない。で、こっちの GoPro、うん、家で撮るとね、顔が暗くなっちゃう。あ、そうなんだ。そう、でもこっちはあの一眼ほどではないけど、あのめっちゃ明るく撮れるようになった。それでも暗い時にこれライトつけちゃう。で、まあこれは普通に、まあ、マイク、あの風、外の時にさ、風がボーボーいたらうざいから、うん、これで、これは GoPro 用の三脚、うん、で、しかもね、これまあインカメだけだったら一眼にあるじゃんって話なんだけど、これさ、俺たちの動画さ、あの酔う人は酔うじゃん、うん、こうやってこうやってやるから、うん、ジョンこうやって常にこうやって喋ってるから、こうやって揺れるし、手で持ってるからさ、うん、手ぶれすごいじゃん。でもこれなんとめっちゃめっちゃ手ぶれ補正してくれるやつがあるから、うん、マナに先に言っても多分 OK してくれなそうだったから、もう先に買って今説明しております。まあ買うのは全然いいんですけど、うちには死ぬほどカメラがあるじゃないですか。まあそうですね。なので、もう買っちゃったからには仕方ないけど、じゃあちょっと条件を出しますね。条件、はい、それはちょっとじゃあまた別日に言います。何、今俺聞かせてくんないんだ。うん、ちょっと考えた。わかりました。まあでも GoPro、普通にカメラ、あ、テレビとかの撮影でも使われてるぐらい、ロケとかではさ、使われてるからさ、ね、え、防水なんでしょ？もちろん防水。まあただこの、これ系、マイクとかつけたら防水にはなんないけど。まあね。まあでも、海でも撮りたいってなったら外して使う。うん、結構良くない？うん、いいと思う。開けてみて。おめえ、タラタラ説明投げんだよと思った。え？これ最初からついてるのすごくない？え、かわいくない？かわいい。早くこれで撮ってみたいね。ね、これでこれか。早っ、え、起動早っ、起動早っ。あっちこう。はい、ということで GoPro 完成しました。こちらです。てってれー、めっちゃドッキリの効果音だった。てってれー、やばくないこれ。
さあこちらなんとライトもついててマイクもついててしかもこれ一脚かと思いきや伸びるセルカ棒にもなります3段階そしてなんとここをこうすると三脚になっちゃうで、あ、夜暗いやべ映んねえって時はここをなんと押すと1、2、3段階これねくっそ眩しいよちなみにいくよ1段階2段階3段階眩しい1段階2段階3段階やばいでしょこれ、うん、でしかも見てこのコンパクトさ全部これに収まっちゃうからもうこれポケットポンって入れれば三脚も外さなくてもいいっていう。すごい。はい、こんな感じです。はい、ということでちょっとマナちゃんに言わずに買った買い物でしたが、みんな的にはこれは買ってよかったっていう感じですかね。もしこれなりしてあげてって思う方はグッドボタンとコメントお願いします。でね、ミミちゃんの部屋もできてマイクもね別々でおトイレができてで2人ともねあのちゃんと適量のご飯が食べれてちょっとこれからミミちゃんのダイエット生活が始まりますダイエットということでまたこの GoPro を使った、まあ、もちろんねあのいつも使ってる一眼あっちもねめちゃくちゃ何もう後ろがボケてどんな真っ暗なところでも綺麗に撮れるから一眼で撮れる場面では、まあ、もちろん一眼をめっちゃ使うけど、まあ、外出るときとか、まあ、家でこれ動く撮影するときはもう GoPro の方を使うので前よりも進化したジョンマナチャンネルをお楽しみくださいだからこれでねチャレンジ系の動画とかめっちゃ撮りやすくなるちょっと BGM やめてということでまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ